私は一体。なになに、こんな時にコスプレ。裏の祠も倒壊して大変不安定な状況です。ヤジ馬は前に出ないで下がって。人間ども、しかもこんなにたくさん、どういうことだ。あの時私は渦に巻き込まれ、主が私を裏切ったというのか。なんだお前は。こっちを向いておとなしく。ええ、鬱陶しい。うわあ。拓馬さん、この音。それにこの気配。拓馬、敵がいるよ。拓馬、あれ見て。やっぱりピエモンがこっちの世界に来てたのか。あ、ひどい。神社が完全に崩れてる。これじゃ裏の祠も。え、裏の祠？それがどうかしたのか。ちょっとそこの君たち、危ないから下がって。やばい、下がって、みんな下がって。なぜだ。私は主様に忠実に仕えてきたというのに。それなのにどうしてこんな仕打ちをするんだ。ピエモン、みゆき、近づいちゃダメだ。あいつどう見たって正気じゃない。ピエモン、あなた間違ってるわ。なんだと。私のどこが間違っているというのだ。あれは、主はあなたの思っているような存在じゃないの。そんなデタラメを言うな。悪魔、頼む、みゆきを守ってくれ。任せて。たくまの願いなら僕は何でもするから。キーン。うお、みゆき、今のうちにこっちに。うわ、人間に媚びを売る裏切り者がどこまでも邪魔をしよって。私の邪魔をしたこと、ここで後悔させてやる。お願い、少しでいいから話を聞いて。私を騙して何をしようとしているかは知らんが、その手には乗らん。違うの、お願いだから私の話を聞いて。ユキ、前に出ちゃダメだ。でも。私はお前を連れ戻し、主の寵愛を取り戻すのだ。だからそんなことをしたって何の意味もないのよ。まだ言うか。私にはわかるの。魂を奪われている間、主と同じ世界を見ていた私には。主はあなたのことなんて最初から何とも思ってない。お前の言うことなど誰が信じるか。デタラメだ。何もかもデタラメだ。武士を冒涜する者はこの私が許さん。悪魔、分かってるよ。悪魔、戦う準備はできてる。まずは邪魔なそいつらを血祭りにあげる。それから巫女
お前を主の元へ送ってやる。タクマ、来るよ。分かってる。アグモン、戦うぞ。これマジ？なんかの撮影？いや、これマジなやつじゃないの？あの小さい方とかリアルすぎるって。ええ、ちょっと写真写真。ああ、君たち危ないから下がって、ここから避難して。愚か者どもめ、やりましょう。映画見て。ねえ、もっと近づいて撮影しよう。やっば、これ絶対 SNS でバズるじゃん。これでも食らえ。みんな離れて、本当に危ないから近寄らないでください。よし、俺の番だな。
デストロイヤー！軽くひねってやります。切り刻んでくれる。くれる。うわどうだ。うわ残っているのか。なんてすごい執念なんだ。お前たちよくも。すごい目でこっちを睨んでる。タクマ、どうする。どうするったって、僕とアグモンだけじゃん。これ以上どうしようも。僕ならまだ大丈夫。悪魔のためならいくらだって戦える。アグモン、やっぱりみんなが、仲間が一緒じゃないとダメなのか。二人とも諦めないで。みゆき、私が
扉を開くから、その隙にピエモンを。扉？くっ、巫女め、何をする気だ。天に輝う。すごい、みゆきの声、きれいだ。なんだ、急に風が。たくま、あれ、なんか光ってる。この白い光、これは、なんだ、この白い光、これが、巫女の力。たくまさん、今です。何をする、決まってる、このまま向こうの世界に返すんだ。やめろ、やめろ。やった。たくま、大丈夫か。あ、僕は平気。よかった。たくまさん、私、決めたよ。決めたって、何を。たくまさん、崩れた神社を見て、私が言ったこと覚えてる。裏の祠が崩れたってやつ。そう、あの祠は主にとって重要な場所なの。今まではあの祠のおかげで主の力がある程度抑えられてたんだけど、あれが壊れたってことは、霧があの島を覆い尽くすのにそう長くはかからない。霧が島を覆い尽くす、そんなことになったらみんな怖い霧に飲み込まれちゃうよ。もう時間がないの。あっちの世界にも、この世界にも。このままにしていたら、いずれはこの世界にも大きな影響が出てしまう。僕はどうしたらいい。お願い、力を貸して。この世界を、みんなを守りたいの。この世界を、何より仲間たちを守って、そして私も。主は私を奪い返そうと狙っているはずだから。みゆき、僕は。たくま。
これからどうすべきかずっと迷ってたけど、やっぱり仲間を見捨てることなんてできないよな。たくま、それじゃ。今までだって何度も危険な目に遭ってきたけど、その度仲間に助けられてここまで来た。その仲間に危機が迫ってるなら、今度は僕らが助けなきゃな。三人であっちの世界に、僕たちの仲間の元に戻って主を倒そう。うん、うん、たくまさん、ありがとう。私もずっとみんなに助けてもらってばっかりだったけど、今度は私も一緒に戦うから。みんなを助けるために、大事な弟を助けるために。ああ、僕が全力でみゆきを手伝うよ。それでまずはどうすればいいんだ？簡単だよ。白い光に飛び込んであっちの世界に帰る。そうでしょ、みゆき？うん、はぐれないように手をつないで。わ、なんだよこんな時に電話って。って母さんから？うわ、まだ鳴ってる。ごめん、ちょっと待ってて。そんなに慌てなくても大丈夫だよ、たくまさん。もしもし、母さん？あ、たくま、お母さん。たくまが帰ってくるのってさ、明日だっけ、明後日だっけ？預かってたプリントどっかやっちゃって、お母さんもたくまのこと言えないわね。あ、明日だよ。明日には必ず帰るから、それくらいで電話してくるなよ。本当に母さんはどうしたの？泣いてるの？そんな、泣いてなんか。バカね、泣くほど寂しいんなら素直にそう言えばいいのに。やっぱりいつまでたっても子供なんだから。よし、わかった。明日のお夕飯、たくまの大好きなカレーにしてあげる。カレー？そうよ、だから元気出してもう一頑張りしてきなさい。うん、わかった、そうするよ。必ず明日帰るから、約束する。ごめんみゆき、一つ訂正させて。みゆきを手伝うって言ったけど、あれ間違ってた。手伝うんじゃない、僕たちが、僕たちの手で一緒に救おう。僕も一緒に救うぞ。たくまさん、あくも、ありがとう。それじゃ今度こそ戻ろう。みんなが待つあの世界へ。
来た。感じる。巫女、戻ってきた。今度こそ我がよりしろとして。